こんにちは、世界ボカンとかです。本日はですね、桜咲くネギさんとのコラボ、もう困った時はネギさん、B2B 企業 SEO コンテンツマーケ戦略完全解説のお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分3回目ですかね、ご出演。3回目です。もう困った時はネギさんにコラボ。こちらこそです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、今日なんですけど、B2B マーケの話をしていただけるところなんですけど、SEO と B2B マーケ、密接な関係がありそうでどうなんだろうっていうところはあるんですけど、はい。僕らもあの SEO 企業ではあるんですが、僕ら自身がいわゆる B2B 企業ではあるので、自社マーケティングの中でやってきたこう SEO だったりコンテンツマーケのノウハウで気づいた点などあるので、そのあたりちょっと解説させていただければなというふうに思っております。今日はですね、この B2B 企業 SEO コンテンツマーケ戦略ということでですね、まあ、なかなかこう B2B の場合売上にこうつながらないとか、売上につながったこう実感がないなんていう声もよくあのお聞きするなというふうに思いまして、あのように僕らもですね、実は半年ぐらい前に結構こううまくいってないなということで、大きくこう やり方を変えたんですね。でそこからまあ非常に良いお問い合わせをいただけるようになったので、このあたりのポイントをお話しできればななんて思っております。最初にちょっと簡単にご紹介させていただければと思うんですが、改めまして桜咲くマーケティングという SEO 会社でですね、あの社長の方をやらせていただいております。で私はあの YouTube の方を頑張ってやらせていただいておりまして、こちらはネギオ社長なんて名前でやらせていただいております。よろしくお願いします。今日のまあゴールなんですが、一つはこの B2B ならではのですね、特性を理解した SEO コンテンツマーケティングの戦略設計ができるようになるといいなということと、あともう一つですね、戦略だけではなくて継続的に戦術実行できる体制の構築方法とか実践できる状態に持っていければななんてねと思っております。よろしくお願いします。 B2B だとキーワードのボリュームと成果につながりやすさみたいなところだったりとか、どういうキーワードが狙うべきだったりとか、そもそもキーワードってどれがいいんだっけみたいな、結構悩みますよね。そうですね、そもそも B2B の場合ツール使っても検索ボリュームが出てこないキーワードがほとんどだったりするので、そのあたり結構難しいなと思うんですよね。ではですね、最初にちょっと B2B と B2B の特性の違いみたいなお話から入っていきたいななんて思っております。 B2B と B2C もそもそもですね、企業をお客様にしているか個人をお客様にしているかでも全然違ってくるとは思うんですが、まあ、例えばですね、この検索ボリュームというところで言うとですね、圧倒的にあの B2B の方が少ないなというのもんですね。例えば B2C の場合はダイエットとか転職なんてキーワードビッグワードになると思うんですが、 B2B でまあ我々の SEO とかだとまだ少し多い方なんですが、コンテンツマーケティングとか、多分戸川さんの越境 EC とか、まあ、こういったキーワードもボリュームとしてかなり少ないんじゃないかななんていうふうに思います。一方でですね、受注単価だったりですね、まあ、LTV なんていうふうに呼ばれたりする部分があると思うんですが、個人が買うものなので受注単価としては比較的 B2C は低くなりがちかなと。ちょっとでですね、まあ、1万円とかあの多いかなと思うんですが、 B2B の方はやはりですね、コンサルティング契約なんかだと20万30万当たり前になりますし、半年から1年契約っていうのも当たり前になるので、利益としては非常に多く稼げるという特徴があるんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、そこをまとめて見ていきたいと思うんですが、購入するまでの検討期間ですね、あと決済者、まあ、誰がこう決めて買うかというところだと、 B2B の場合非常にやっぱり女子に稟議を上げたりですね、社内で会議をしなきゃいけなかったりするので、長いっていうのと自分だけじゃ決められないという特徴があるかなと思います。まあ、一方で個人の場合はまあ個人の方が自分でその場であの購入できると思うので、検討期間は短くて決済者が自分が決めることができる、まあ、こんな違いがあるんじゃないかなと思います。特にですね、この前半の2つに関してはキーワードの戦略の部分で、後半の2つに関してはですね、このコンバージョンの戦略の部分、ここにですね、B2B と B2C で大きな違いが出てくるんじゃないかなというふうに考えております。しかし実際ですね、このキーワード戦略の方のお話にして移っていきたいなと思うんですが、これですね、今回はこの自社のマーケティングで一番こう反省した部分なんですが、この興味がある人とですね、見込み客、これ僕どちらかというと同じイコールだというふうに考えてですね、マーケティング今までやってきてしまったんですが、冷静に考えるとですね、この興味がある人と自分の見込み客になるか、これってですね、必ずしもイコールじゃないななんていう気づきがこの1年間でありました。特にですね、僕らのような SEO とかコンテンツマーケティングということで、企業の方ももちろん検索してると思うんですが、アフィリエーターさんだったり個人のブロガーだったりも検索してるキーワードなんかになると、この積み上げがこううまくいかないと結構こうずれてくる部分があるななんて、ね、思います。これ僕は別の動画でもよくお話をしてるんですが、キーワードの選定においてですね、やはり検索ボリュームっていうのがリスティングの世界でも SEO の世界でもずっとまあ長きにわたり君臨してきた考え方だと思うんですが、一つですね、B2B の場合はこの売上につながるかどうかというところですね、アクセスにつながるかどうか、まあ、この4つの軸で見ていく必要があるかなと思うんですね。でもちろんですね、この売上につながるしアクセスにつながる、これが一番ですね、いいキーワードになる
ね、次にですね、この2つですね。売上にはつながるんだけどアクセスが少ない。売上にあまりつながらないけどアクセスが多い。これどっちやろうかなと迷ったりする部分かな。で、最後のですね、アクセスにも売上にもつながらない。ここはまあ無視していいあのキーワードになるかなと思うんですが、このですね、まあ、4つのうち、どこを優先順位高くやっていくべきか、これがですね、結構勝負の分かれ目かなというふうに考えております。やんなきゃいけないですもんね。そうですね。多くの企業の場合ですね、この売上につながる、アクセスにつながる、ここが最優先事項になってくるかなと。ね、ただ実際ここは皆さん狙うので非常に難易度が高いんじゃないかな。で、2番のですね、ここアクセスが少なくてもコンバージョンへの貢献するならやるべきということで、この2番はここも結構悩みどころだと思うんですね。やってもこうアクセスは稼げないので売り上げにもつながらないんじゃないかということでこう躊躇する方もいるかな。で、一方でですね、このアクセスにはつながるけど売り上げにはつながらない、まあ、ここはですね、1番と2番に貢献するならやるべきかなというところではあるんですが、結構ですね、多くの企業この3番をやってしまいがちだなと思ってますね。で、結論ですね、これどこからやっていくべきかっていうところで言うと、あのこの1番が優先順位高いように見えるんですが、僕らはですね、ここの部分ですね、2番からやっていくべきだというふうに考えております。なるほど。で、これですね、実際キーワード見ていただくと分かるかなと思うんですが、これ僕らで言うとですね、例えばこの売上にもアクセスにもつながるキーワード、これいわゆるビッグワードになるんですね。 SEO とか SEO 対策、 SEO 会社、コンテンツ、マーケティング、これ僕らの業界でいうとこういったキーワードになるんですが、一方でですね、この2番のキーワードってですね、広告会社選び方とか記事制作代行とかコンテンツマーケ外注、 SEO 人材系事例みたいですね。とかこれ見た時にどっちがこう難易度的には低いと思われますか？黄色い方ですね、2番の方が、まあフレーズになっているので難易度は低いんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、おっしゃる通りですね、はい、なのでですね、SEO コンテンツマーケ時間がかかるなんていう話をさせていただくんですが、それはやっぱりですね、このビッグワードだったり競合が多いキーワードを狙いすぎなんですよね。なのでこう時間はかかるし結果が出ないんで続かないみたいな企業があるんですが、こういったですね、例えば SEO 人材系事例、このキーワードはですね、そんなに難易度が高くないと思うんですよね。実際これを探しているユーザーってかなりですね、もうコアなあのお客さんになりそうな層の方が探してるんじゃないかなっていうキーワードなんですよね。なのでやっぱりですね、この売上につながるところからまず優先順位高くやっていくってことが、この特に B2B においては大事かなというふうに思っております。で、一方でですね、3番、これ要注意なんですが、ここはですね、例えば SEO キーワードとかサーチコンソール、 SEO ブログ、 SEO ワードプレスみたいな、これかなりですね検索してる人多くてですね、多分もしあのコンテンツを作ればですね、かなりアクセス数は稼げると思うんですが、ここですね、作ってもなかなか売り上げにつながらないなというのは我々の実感値としてあります。これなぜ売り上げにつながらないみたいなところだと、徳田さんいかがで、どう思いますか？自分でやろうとしてる人と依頼しようとしてる人と両方の検索意図が含まれちゃうのかなって気がします。まさにまさにおっしゃる通りですね特にあの僕らの場合、個人のアフィリエーターとかブロガーさんなどもかなり多く検索しているの で、もちろんですね、企業のインハウス担当の方も検索しているキーワードだと思うので、ずれてはないと思うんですが、こうドンピシャじゃないっていうところで、こういったキーワードをなかなかですね作っても売上に直接つながらないんじゃないかななんて思っております。で、最後のですね、この4番の部分、無料 SEO 対策とかホームページビルダー SEO とか、こういったキーワードはもういずれにしようアクセスにも売上にもつながらないので、やるべきじゃないかななんて思うんですね。はい、僕らって SEO 業界にずっと長くいるから、そうそうそうってイメージ湧くじゃないですか、はい、でこういうのの、自分の業種の、キーワードっていうのを根岸さんたちが選定してくれて、こう分類してくれたりするんですか？あ、そうですね、まさにで、まさにそういったところになるんですが、一番大事なのはですね、先ほどの興味がある人と見込み客って違うよねっていうちゃんと理解をしてですね、多分先ほどのマップで言うとですね、こんな形になると思うんですよね。なんで、はい、SEO に興味がある人が検索するキーワード、あと見込み客が検索するキーワード、あとこれどっちつかず、まあ、両方含まれるキーワード、これどこなのっていうのをしっかり整理した上で、やっぱりまずはこの見込み客を囲いに行くっていう戦略を取らないといけないなっていうふうに考えてます。なるほど、すごい分かりやすいし、これなんか客観的にやってもらえるのありがたいですね。あ、そうですね、なかなか自分たちのこう競合とか見ちゃうと、競合もやってるからってことで抜け出せなかったりとかですね、する部分があるんですが、ここしっかり割り切るというか考える必要はあるかなというふうに思います。
ございます。あとですね、この検索ボリュームっていうところの非常に大きな落とし穴があるかなと思うんですが、先ほど見てきた通り B2C の方が圧倒的に検索ボリュームは大きくなると思うんですね。例えばですね、こんな軸で見ていきたいなと思うんですが、どのぐらい検索ボリュームがあってサイトにどのぐらい流入してどのぐらい受注できて、受注単価がいくらで契約期間が何ヶ月で利益がいくらになるか、まあ、こう考えた時にですね、例えば1万回検索ボリュームがあって、検索結果の CTR10% と、まあ、1000人がサイトにアクセスします。この図 1% がコンバージョンレートだとすると10件コンバージョンして、で、受注単価1万円で、これがショットの契約だとすると10万円利益が上がると、こんなすごい単純な計算になるかなと思うんですが、一方でですね、例えば B2B のキーワードで検索ボリュームは100回しかありません。でここに対してですね、同じ数式を当てはめていった時にどうなるかとですね、まあ、ここは当たり前なんですけど、同じ数式の 0.1 なんですが、実際の受注単価、これ例えば我々だとですね、30万月額いただいたりしてます。最低6ヶ月の契約期間なので180万総利益が出るんですね。で180万に対して受注数がまあ 0.1 ってなるので18万利益が出るわけですね。なのでこんなにですね、大きいキーワードを狙わなくてもちゃんと利益が実は出るんですよね。なので特にですね、この受注単価と契約期間、ここが B2B の場合は重視すべきかなというふうに考えております。高ければ総利益っていうところも大きいので、むしろ投資しないと競合他社は投資しちゃうかもしれないと思うんですよね、そこに対して。あ、おっしゃる通りです。多分1記事作るのに今僕らだと6万円から10万円ぐらいいただいて作るんですね、うん、そうすると高いっていうことで発注できないよなんてことをおっしゃる方もおりますし、例えば5万6万かかるのに100回しか検索されないキーワードを狙ったらもったいないなんてことを言う方もいらっしゃるんですが、実際利益まで突き詰めてみると全然ペイするので、このぐらいのボリュームのキーワードにしっかりお金をかけてコンテンツを作るべきだってことは一応酸っぱくして言ってたりしますね。すごいなんかお伝えするの難しいですね。一回多分成功体験積んでしまうと投資すべきだって判断になりますからね。そうですね。なので、うん、この1個目のハードルを超えるのが少し大変なんですけど、ここをぜひ一緒に乗り越えたいなというふうに思ってます。なるほどな。で今度ですね、一方で検索ボリュームが少なくても、まあ、ちゃんとコンバージョンにつながるキーワードであればやるべきって話ではあるんですが、ここでちょっと注意いただきたいのが、まあ、この見込み客が検索するキーワード、先ほどいくつかこう出したと思うんですが、このキーワードによってですね、検索結果をぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですが、簡単に言うとですね、自分たちのですねサイト内にブログの記事を書けばですね、全部対策できる。そうだったらば話が早いんですが、検索結果見るとそうでもないということが分かってくるかなというふうに思います。例えばですね、この SEO 費用相場とか SEO 対策難しい、まあ、こういったキーワードをですね検索結果見ると、まあ、ブログとかコラムが上位表示しているかなというふうに思います。でさらにですね、 SEO コンサルサービスとか記事制作代行、これも完全に会社を探しているような検索クエリだと思うんですね。こういったですねキーワードに関してはサービスページが上位表示しています。でさらにですね、 SEO 会社おすすめとか比較ですね、あとこういうのがつかなくてもSEO 会社単体のワードなんかはですね、比較サイトが軒並み上位表示しているような状況なんですね。なのでですね、このコンバージョンするキーワードっていうのを見つけたらですね、今度このキーワードのちゃんとインテントを見ていただきたい。でその上でどのページで勝負するのか、ブログで勝負するのか、サービスページで勝負するのか、はたまたもうそれ無理なので外部サイトにも出稿するしかない、こういったキーワードもあるんですね。なのでこのどれで勝負するのかっていうのを見極めるのが大事だなというふうに考えております。どの枠で勝負していくかっていうところと、自分たちのサイトの中でいうとどのページが上位表示に食い込める枠なのかっていうのが変わってくるんですね。そうですね。これなんで今まあコンテンツマーケティングって言うとブログを作ろうっていう話になりがちなんですが、必ずしもブログで勝負する必要もないと思いますし、自社サイトだけで勝負しなくてもいいんじゃないかなというふうに考えております。確かに外部のサイトも含めて自分たちの情報がどんどん発信されれば、だ今回 YouTube コラボとかもそうですよね。そうですね、はい、されればユーザーの目に届くよねっていうのは確かにそうですよね、うん、これは面白いな。確かに。なのでですね、このキーワード戦略、まあ、B2B におけるキーワード戦略っていうところで言うとですね、まとめますと3つお話したいなと思っていて、まあ、やっぱりアクセスよりもです、ね、圧倒的に売上を重視して選びましょうということを口を酸っぱくしていたいなと思います。2つ目がですね、興味のあるユーザーと見込み客、これ似てるようで違いますよということで、この興味あるユーザーの方にこう行かないように気をつけてくださいね。
で最後、このキーワードのインテントごとにコンテンツ戦略、どのサイト、どのページで勝負するのかっていうのを見極めましょうという話をさせていただいております。キーワードが選べればですね、売上が上がるのかっていう話をしたいんですが、実はですね、このキーワード戦略がうまくいっても、このコンバージョン戦略、ここがですね、うまくいってないとなかなか難しいなということを僕らも自分たちで体験をしているので、このコンバージョン戦略のお話に移っていきたいと思います。コンバージョンを生むための戦略ということでですね、失敗するパターン、成功するパターン挙げさせていただいたんですが、失敗するパターンどういう形かというとですね、非常にですねブログを作る意欲は高いんですが、この肝心のですねサービスページ、これがですねなかったりですね、あと数年前からあんまり変えてないなんていうケース、これ結構あるかなと思うんですね。頑張ってブログディレクトリーとかコラムディレクトリーを組んでコンテンツ作るんですけど、このサービスページの方は何もやってない、こういったケース失敗するな。で一方でですね、やっぱ成功するパターンはまずですねしっかりしたサービスページをしっかり作るということですね。こっからここに流入するためのブログを作っていく、順番が逆っていう形ですかね。なのでこの受け皿がないとですね、この B2B のマーケティング、 SEO コンテンツマーケティングうまくいかないなというふうに思っています。でさらにですね、先ほどのところでですね、 B2B の大きな違いとして検討期間が長いということと決済者が別にいるという話をさせていただいたんですが、特にですね今この B2B の意思決定って結構難しくなってきているかなというふうに思います。というのもですね、この複数の決済者がいたりですね、長い検討期間があるということと、あとまあオンライン化してますよね。ミーティングで決めるとか会議で決めるっていうところがもうこの Zoom で決めるみたいなことがやなと思うんですが、まあ、この中でですねやはりこの営業マンに会う前にこう 80% 検討を終えているっていうところがあるんじゃないかなというふうに思います。以前だとですね営業マンに来てもらってこうプレゼンしてもらいながらいろいろ確認していた部分が、もうオンラインのところでですねもう全て 80% がもう検討が終わっちゃっている状況ですよね。なので改めてですねこのサービスページの役割っていうのはどんどん大きくなっていて、この優秀な営業マンをちゃんとサービスページに置き換えられるかというところがポイントになるかなというふうに思います。でこれで言うとですね、このダメなサービスページ、イケてるサービスページ、どう違うかということなんですが、これはよく福田さんのチャンネルとかでもお話しされていると思うんですが、この製品サービスの訴求をしてしまっているサービスページね、一方でですね顧客の課題解決を訴求しているということで、よくドリルとあんなの例えで話をさせていただきますが、この自分たちが言いたいことをですねただ言っているサービスページっていうのは良くないな、一方でお客さんがちゃんと知りたいことに答えるページっていうのをしっかり用意してあげる必要があるかなというふうに思います。なのでこの今自分たちが言いたいことを言っているページから顧客が知りたいページにこう変えていくっていうことをしないとなかなかコンバージョンにつながらないかなというふうに思うんですね。この辺も結構客観的に見ないと難しいかなと思っていて、ついついこっち側のサイトを作ってしまいがちだなというふうに思います。案件をやらせていただくことが多いんですけど、この部分でいうとスペックとか基本情報が多くて、日本の製造業の製品って海外の製品と比べて高いのでこの左だけの自分たちが伝えたいことだけを伝えていると、顧客が比較検討したときに、負けちゃうんですよねでさっきのサービスページが弱い状態になってしまっているケースが多々あって、ここちゃんと顧客が知りたいことだったり自分たちが勝てる状態を作らなきゃいけないですよっていうのはお話ししてますね。なので本当にブログでいくらいい情報を伝えても最終的にその買うってなった時のページがいけてなかったらもう購入には至らないので、最大限の努力がこう無駄になってしまうというのはあるかなと思うんですね。でそこでじゃあどんなページを用意したらいいのかっていうところに移っていきたいと思うんですが、まずこの B2B の意思決定というところでですね、怖い上司にこう詰められて結論ですね、なんとなくいい会社では採用されませんよっていうことなんですよね。担当者さんが一生懸命調べてきて、この会社良さそうだなってことで上司にこの会社良さそうなんで発注していいですか、これはね多分通らないですよ、稟議が。なので改めてですね、この稟議決定に必要項目っていうのをウェブサイト上で用意しておくってことが必要かなというふうに思います。でこれじゃあ何が必要かってことだとですね、この僕サービスページ鉄板4種っていうふうに呼んでるんですが、この4つを必ずサービスページに載せてください。まず費用ですね、効果、あとはですね事例、あとは強みですよね。この4つがないとですね担当者が鬼上司を説得全然できないんですよねでこのサービスページ鉄板4種をですね必ずサービスページに載せるようにしていただきたいなと思います。で特にですねこの費用の部分って僕らもそうだったんですが、 B2B の場合ってこうお客さんによってだいぶ見積もりが変わったりするケースもあるの で、 そうですよ、ね、載せられないという方多いんですが、例えば競合サイトが費用を載せてたらそっちに決まっちゃうんですよねなのでですねやっぱりどんな形であれ、例えば
くらからっていう記載でもいいと思いますし、注釈にいろいろ書いておけば、まあ、その値段で提供しなきゃいけないわけではないと思うので、ちゃんとですね、どのぐらいの費用でどのぐらいの効果が出せる、で事例がどのぐらいあってどんな強みなのかっていうのを、記載していただきたいなというふうに思います。でその上でですね、表で表現したり、まあ、イラストを使ったりですね、あとまあ今このまさに YouTube が特に活用できると思うんですけど、動画を使ったり、あとはホワイトペーパーの資料を使ったりということで、握手工夫はできるんじゃないかななんていうふうに思います。まとめに入りたいと思うんですが、 AKB のですね、 SEO コンテンツマーケティングの戦略っていうところでお話をさせていただいたんですが、まあ、とにもかくにもですね、まずはこのサービスページ、これがありきでスタートしていただきたいなと。いきなりですね、SEO 会社だったりですね、ブログを作る会社にですね、相談する前に、まずこう自分たちのサービスページがあるかどうかっていうのを確認していただきたいな。その上で、コンバージョンにつながるブログ群をまず作る。ウェブサイトを利用する。で、SNS を利用する。なんてところが、第2の手として出てくるかなと思います。で、さらにですね、セミナーだったりとかですね、メルマガ、っていうのも、このセミナーメルマガ単体で考えないで、あくまでもこのサービスページに差し込むですね、手段としてセミナーメルマガを考えていただきたいな。で、さらにこのサービスページのコンバージョンレートを上げるものとしては、例えば口コミがあったりですね、あとサービス資料の存在があったりとか、あと動画があったり、こういったものがあると、あ、こんだけ YouTube で動画発信してる、情報発信してるんだなとか、口コミも悪くないなということで、このサービスページがさらに際立ってくるんじゃないかなというふうに。今回結構神回じゃないですか。結構細かくまとめていただいてて、すごいこれから B2B マーケをやるだったりとか、うまくいってない方にとってめちゃめちゃいい内容だったなと思いました。 ありがとうございます。本当にSEO コンテンツマーケに多分関わらずですね、B2B マーケの中では非常に大事なお話になってくるかなというふうに思いますので、少しでも参考にしていただけると嬉しいなと思います。はい、概要欄にネギさんの会社のリンクも入れさせていただきますので、本当に SEO はうまくいってないとか、コンテンツやりますよって言ってブログをひたすら書かされてて、成果がなんかこう出てないっていう方でしたさんですね、ぜひネギさんにご相談いただければなと思います。ありがとうございます。ネギさんの桜咲流 SEO メソッドなんていう僕らはサービスページ用意しておりますので、はい、ぜひこちらのサービスページ見ていただいて、このサービスページ自体も参考にしていただけると嬉しいなと思います。本日は素敵なお話ありがとうございました。はい、またぜひよろしくお願いします。この度ですね、海外に販路拡大を検討されている製造業やメーカーさん向けに、初めての越境市海外マーケティングっていう書籍をですね、執筆させていただきました。調査戦略立案の仕方から、海外向けのサイトの構築の仕方、海外マーケティングの仕方、海外に販路拡大するときに知っておくべき税務であったり法務についても、税理士さんであったりとか弁護士さんとともにですね、書籍執筆させていただいております。概要欄にリンク入れさせていただきますので、ぜひ、手に取っていただけたらなと思います。